自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。さあ今日私はこのトップモデルという大きなシールの塗り絵の本絵本と、そしてレキシーという小さめのシールの、これまたねスティッカーで、モデルさんたちを可愛く変身させる2つの本を用意してみました。このトップモデル、とっても大きくてね、わかり見やすくて可愛らしい女の子がたくさん登場するのが特徴です。このようにね、ちょっと中見てみますと、本当にたくさんいろんな種類の女の子が登場しますよ。今日はこの女の子を、トップモデルの女の子を使って、このレキシーのこのスティッカーの特徴ですね、雰囲気を再現したいと思います。というのも、このレキシーのこのスティッカーですね、ちょっとスタイリングにね方向性があるなと思うので、そのレキシーの雰囲気をトップモデルのスティッカーとモデルを使って再現したいと思います。さあうまくいくでしょうか。ちょっと見比べてみましょう。どんな感じですかね。似たようなお洋服はあるでしょうか。この淡いピンクの色とかもね結構ありますね。あとは、あ、こんな感じのお洋服はトップモデルにはあるでしょうか。あ、この感じね、ありそうですね。さっきどこかで見たような気がする。そしてズボンはどうかな。ジーンズ系もねやっぱり結構多いですよね。うんうん。ただやっぱり、あ、ピンクもありますね。カラフルなのがやっぱり歴史は多いかなと思いましたが、ちょっとね色が強めの印象があります。さあやってみましょうか。歴史の感じをトップモデルのスティッカーで再現するということですが、うまくいくでしょうか。こういう感じのイメージで、なんとなくね、ゆっくりとしたお洋服で、そしてカジュアルな雰囲気が多い印象があります。これなんかどうでしょう。ゆったりしたピンク系の可愛らしい、ちょっと若いね、ティーネイジャー的な感じのお洋服ですが、そしてズボンもやっぱりこの歴史、なんとなくゆるい感じのイメージなので、このゆるっぽい、よっと、ちょっとシールを剥がして、このゆるっぽいジーンズ履かせてあげましょう。で、服、靴はなんとなく歴史、靴の方はかっこいい色のものが多い感じですね。黒とかね。なのでこのスニーカーにしたいと思います。お洋服の雰囲気にも合いますよね、スニーカーの方が。さあまだ何かできるかな。もうトップスは着せちゃったし、ズボンも着せちゃったし、こんなもんでしょうか。このね、ちょっとうさぎさんのイメージとっても強くて、それを再現したいなと思って、あとはこのね、ピンク色でもなんとなくゆったりした感じのものが多い印象があったので、そのピンクのトップスを選んでみました。そしてズボンもね、なんとなくかっこいい感じの印象があって、あとティーンエイジャーの雰囲気を出したかったので、ちょっとゆるっとしたズボンを選んでおります。で、スニーカーには黒系が多いなと思ったので、黒い、スニーカーを服に合わせてみました。さあうまくいったでしょうか。皆さん、このねお洋服のスタイリング自体どう思いますか。コメント欄に書いてくれると嬉しいです。自分ならこういう風にしたなという意見もどんどん募集します。さあこのビデオ気に入ってくれたらいいねをしてくれると嬉しいです。そして、チャンネル登録するといつでも新しいビデオが見られます。